こんにちは。手で芸をするコミーです。コミーの日常、今日は朝です。これ昨日じゃない これは今日の動画をご覧ください。はい、こういうことになっています。今日の夜のね、本日の手芸を見ていただくとあーってなると思うので見てください。はい、今日はなんで朝にしたかというとね、昨日は、プレミア公開お付き合いいただいた方ありがとうございました。そしておちょぼちゃんもどんどん増えている様子で、はい、なんか楽しくなりますね。はい、スタンプも、早々に購入していただいた方もたくさんいらっしゃって、これもまたウキウキしますね。はい、ありがとうございます。はい、で、質問に行きたいと思って、今日は朝ですね。はい、まず、アロハガールさん、コミーさんこんばんは。いつも楽しく動画拝聴させていただいています。最近暇を見つけては黙々と編み物をして、フリマアプリで販売、目標に頑張っています。コミーさんはいつも楽しそうに編み物をしていてすごいなぁと感じています。私は編み物をしていても、 なんか嫌なことがあったりすると、それがそのまま編み目に出てしまい、結局時間があるのに編むのをやめてしまいます。コミーさんは気分 が乗らない時とかどうしてますか？ポケゴーとかやったりしてるのかな？笑い。私もポケゴーハマってます。今日は雪で家にこもって創作活動をするぞと昨日いろいろ買い込んできたのですが、結局気分が乗らなくてできませんでした。11日雪が止むといいですね。まだまだ寒いですが、お体に気をつけて楽しい動画上げてください、ということで、はい、アロハガールさんありがとうございます。気分が乗らないとき、はまあやらないやらないやらないで、そのどうやって気分を上げようかっていう質問ですよね、きっとね。まあこの動画に関して言うとね、ありますよね。過去の動画で編み物じゃない時って時々あります。それは多分編みたい気分じゃなかったからだと思われます。思われますって他人事だけど、うん、なのでね、多分その気分は、私はほとんど気分で動いているので、なんていうかな、ちょっと違うかもしれないけど、この文章からするとね、これをやりたかったのにその気持ちになってないっていうことなのかなと思うんですよね。もしそうだとしたら、そのやりたかったやりたかったっていうところが、まあなんていうかな、自分がね、明日はこれをやろうって決めたのにとか、そういう自分で決めたことだからみたいなところがあるのかなってちょっと思いました。
あ、もちろんね、約束というか予定としてこう何日にどこに行くとか誰々さんと会うとかそういう予定はまああれなのかもしれないけど、自分の中で決める約束みたいな、そのマイルール的な感じ、明日はこれをやるみたいな、それを決めているのはその前日の気分であって、翌日その気分になるかどうかはやっぱりわからないんですよね。私もそうですけど、だからそうなったら、まあ、その時にやりたいことをやるみたいな感じでしょうか。なので、その私もそういうなんか失敗じゃないけど、そういうことはよくあったんですよね。で、ああ昨日思ったのにできなかったなみたいなことがあるので、そのやりたいと思った時にやる、まあだから例えばこの文章で言うと、前日にやりたいと思ってこう買い込んできたものを、とりあえずその買ってきたその日に少し手をつけてみるとか、そういう風に今している感じですね。後でやろうと思って買っといたものっていうのは、だいたい在庫になっていることが私の場合は多いので、やりたいと思って買ったらその時にまずやるみたいな、そういうのを心がけるようになりました。はい、ポケゴはそうですね、時々気分転換に使うことはあります。でね、外に行って気が晴れる時もあるし、それで気が晴れなさそうな時もあるし、まあそれはね、その時その時で自分の状態に合った気分転換の方法を考えるみたいなこともありますかね。はい、そんな答えですが大丈夫でしょうか。はい、ということでありがとうございました。もう一つ読みたいのがあって、今日はちょっと朝にしたんですけどね、お名前、あれ違う、本名じゃない読み方にしましょうか。ユーコリアさん、このような場所からの連絡でごめんなさい、先日のプレゼント企画に当選したユーコリアです。メールが受信されません、どのようにしたらよいでしょうか、というメッセージいただきました。ありがとうございます。お待ちしておりました。そう、1番人気の、あ、1番じゃないか、2番人気の、段染めリストウォーマーの、当選者ユーコリアさんから、連絡来ないなと思っていたんですよ、住所とかので、まあお忙しいのかなと思ったりで、もしくはその入力いただいたメールアドレスが違っている可能性もあるなと思いながら、連絡手段がないなと思ったんです。プレゼントの応募にはそのまあメールアドレスは書いていただくんだけど、まあそれ以外のね連絡手段がわからなくて、どうしたものかと。で、まあメールが届かない場合には連絡くださいというメッセージは動画で言っていたかと思うので、もう待つしかないなと思っていたんですよ。だからありがとうございます。あれですね、またもう次は読まないので、このメッセージ日常にで聞いてほしいことみたいなメッセージ、今回みたいなところ、今回のフォームを使って、メールアドレスを送っていただけますか、質問したいことのところでお名前入れていただいて、でそのメールアドレスを見てメールをしたいと思います。はい、なんか二度手間というかちょっと手間がかかってしまいますけど、そんな形でお願いしたいです。ありがとうございました。連絡いただけて、まあどうしても送りたいっていうほどすごいいいものじゃないので、そこが強く言えないんですけど、でも
ね、せっかくその人数が多いところをあの当選したのでね、せっかくだからぜひぜひ受け取っていただけたらと思うので、あのこのフォームからもう一度メールアドレスを送ってください。お願いします。はい、それを伝えたくて今日はちょっと朝にしてみました。こんな感じです。まあこの今日の夜ちょっと見てくださいやらかしたってやつだこれはい、ということで、本日、夜の、本日の手芸アップ予定です。はい、ということで今日は天気がいいです、こちら。はい、今日動けるだけ動こうと思います。では後ほどっていうか夜ね、今日も一日素敵な一日をお過ごしください。じゃあねー。